ではノバルスの見守り電池をご紹介させていただきます。皆さん、おなじみの乾電池、この乾電池を使って見守りができるというような仕組みです。どんなふうにご利用いただくかといいますと、ご家庭に、必ずあるテレビのリモコンですとか、ガスコンロですとかトイレのリモコンですとか、そういった、ご家庭にある乾電池の、電池を私たちの見守り電池に入れ替えていただくだけです。このような形で、電池ボックスに入れていただきまして、あとは普段、テレビのチャンネルを変えるのと同じように、ボタンを押しますと、ボタンを押したということが、インターネットを介してご家族の方に、お届けできます。ですから専用のセンサーとかを使わずに、普段使いのテレビのリモコンなどをご利用しながら、遠隔地にいるご家族の方に、さりげなく、普段の様子を見て見守っていただく、そんなことができる乾電池をやっております。よろしくお願いします。